はい、ロボレートです。さあ本日は岐阜県岐阜市に来ております。今日はですね、岐阜県の長良川競技場で名古屋グランパスのリーグ戦が行われるということでやってきました。なんとね、このリーグ戦、長良川競技場でグランパスがやるのは24年ぶり。はい、すごい久しぶりにやるんですよ。なんでね、そのリーグ戦を見に今向かっております。それでは行きましょう、レッツゴー。さあ着きました、長良川競技場です。あちらキッチンカーもね、たくさん出て多くの方で賑わっています。よし、さあ着きました。うわすごい、めっちゃ広い。今ねちょうど選手紹介しております。すごい、長良川競技場がこんなにねたくさんの人で埋まってるのはね初めてかもしれない。うわすごい。あちら側が名古屋のサポーター席です。こっちにね、アウェーのサガン鳥栖の席があります。はい、こちらがグランパスのサポーター席です。すごい、今ね選手入場です。さあ本日はこの席から観戦します。めっちゃ近い。さあ名古屋のチャントです。まもなくハーフタイム。はい、試合中にね雨が降ってきて、はい、今こんなカッパみたいな感じで被ってるんですけど、試合はね0対0の引き分けです。はい、名古屋ねチャンスたくさん作ってたので後半戦楽しみです。さあグランパスのねベビーカステラ買いました。はい、まもなく後半開始です。はい、これがねグランパスのベビーカステラです。かわいい、すごいね、本当グランパスくんだ。ほらグランパスくんがサッカーボールを持ってます。いただきます。うん、あ美味しい。お祭りでよく売ってるベビーカステラの味。ただねあったかいの食べたかったんですけど冷めてるそれもまあ美味しいということで、では後半戦まもなく始まります。キックオフ。さあ後半始まってますけども、さすがサポーター席、迫力がすごい。はい、試合が終わりました。キャスパー・ユンカー選手が決めてグランパスが1点リードしましたけども、試合終了間際にサガン鳥栖の富樫選手に点を決められて引き分けです。はい、いやあと少しで勝てたんですけどもね、やっぱ勝負ごとはねこういうことが起こります。はい、残念。はい、家帰りました。この後ねもうお風呂入って寝るんですけども、いやあの本当グランパス の長良川競技場でリーグ戦やったのは、冒頭でも話したんですけど24年ぶりということで、あのピクシーがねグランパスにいた時以来の長良川競技場のね、グランパスのリーグ戦だったので、いや見れてよかったです。はい、あの普通だったらねこうグランパスがねスタジアムで使うのはみずほスタジアムとトヨタスタジアムなんですけども、みずほは今改修工事中で、トヨタスタジアムはねイベントの関係でね使用できないということで、回って回って長良川競技場になりました。はい、いや今日のね試合は引き分けちゃったんですけども、この岐阜でグランパスの試合見れたことはね良かったです。はい、またねあの今季もう1試合長良川競技場でやるそうなので、行ける方ぜひ行ってみてください。僕のチャンネルは岐阜のスポット、岐阜のグルメを紹介しております。不定期更新なのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では皆様また次の動画でお会いしましょう。またねー。